るんですかね、やっぱり何しに行ったんですかね、参加してますけどね。はい、ということで、今日は皆さんご存知のチアドラデー、年に一度のチアドラデーということで、今日はチアドラデーの2011のメンバー、ちょっと3名に来てもらってますので、まず呼んでみたいと思います。拍手を迎えてください。どうぞ。
新幹線バスを経由しながら、1泊2日で長旅に出たんです。石黒さんも残しててヘロヘロになってましたけども、とても、ね、いい経験ができたと思います。今年あのオールスターゲームで全球団のチアが集まったんですが、皆さんご存知ですか、ね、カープさんはちょっとホームランガールさんが来てもらったり、タイガースさんはラッキーちゃんが来てくれたりしてたんですが、とてもすごいイベントになったなと思います。さあ続いてチェちゃんに聞いてみましょう。一番の思い出、一番印象に残ったこと、どうぞ。私も名古屋ドームでのオールスターゲームです。全球団のチアさんが一気に集まったのは初めてのことだと思うので、すごい嬉しかったです。はい、それ僕言いましたね、今ね。はい、まあいいんですけどね。はい、まあそんだけ印象深かったということです。はい、じゃあリコちゃん行きましょう。私もオールスターゲームです。みんな一緒ですね。はい、千葉と仙台行って、名古屋、千葉、仙台と3日間連続でカツサンドを食べました。実はですね、名古屋で、皆さん来てもらうのに、まあ、お弁当用意しようと思ったんですが、デパートを追ってですね、お弁当をがっつり食べる時間がないだろうと思って、よかれと思って先月ラリーじゃないんですけど、ヤバトンさんのね、カツサンドを僕が用意させてもらいました。で、皆さん食べてもらったんですけど、まさかのまさか千葉に行っても仙台に行ってもカツサンドが用意されてたというね、そんな話があったんですね、実は。さあ、そしてここでちょっとマイク預かります。マイクは行きます。何するか全く分かってないですね。はい、じゃあ今からもっと厳しい質問になっていきます。今までね、18人の中でとか聞いてたんですけど、じゃあこの3人の中でね、行ってみます。はい、今からちょっとじゃあちえちゃんに一歩下がってもらっていいですか、この辺に。はい、いいですか。ちょっと向かい合わせになってください、皆さんね。はい、今から指差しでいきます。はい、パッと答えてくださいよ。3、2、1でパッとお願いします。さあ、それではこの中で、この3人の中でね、一番大食いだと思うのは誰ですか。3、2、1、はい。あ、意外にちーちゃんに行くよ。りょうちゃん自分で行くよ。りょうちゃんはあまり食べない。ちょっと待った、マイク一応持たしとこう。うんとか言ってるんで、りょうちゃんはそんなに食べない。ちーちゃんは食べる、食べるけど、ちーちゃんが一番。ちーちゃんも食べます。ちーちゃんが今自分で自覚してるの。はい、そんな感じですね。さあ、もっと行っていきますよ。じゃあ続いて、この3人の中で自分、もちろん自分を含めてるんですけど、一番しっかりしているなと思うのは誰ですか。3、2、1、はい。なんと今リコちゃんとジェイちゃんは迷わずリコちゃんを指さしてきましたけども、リコちゃん誰に指したんですか今。僕。 ありがとうございます。はい、間違いないですね。僕が一番しっかりしております。さあ続いていきます。じゃあこの3人の中で一番面白いなと思うのは誰ですか。3、2、1、はい。あ、自分で自分のことを面白いっていう人もなかなかいませんけれども、これ3秒集まりました。拍手、拍手、皆さん拍手。ちえちゃんが面白いそうです。じゃあちえちゃん得意のモノマネをお願いします。はい、大丈夫です、何でもいいです。何をやるか言ってからどうぞ。じゃあマスオさんのモノマネをします。もうちょっと受けてあげてくださいね。ごめんね、辛い振りでした。さあ続いてもう一回質問に戻ります。はい、じゃあこの3人の中で控室で一番うるさいと思うのは誰ですか。3、2、1、はい。あ、多分ですね、これ実は3人ともそんなにうるさくないんですよね。まあじゃあ代表してちえちゃんに答えてもらいましょう。一番ぶっちゃけ18人の中で一番うるさいのは誰ですか。3、2、1、はい、どうぞ。ゆい。ゆいちゃん、確かにね、ゆいちゃんうるさいです。ゆいちゃんうるさいです。みんなうるさいんですけど、まあ、僕がやらすとこの3人もうるさいんですけどね。ゆいちゃんが一番うるさいと思います。さあ、続いて最後の質問になりそうな雰囲気ですが、一番厳しい質問します。これ絶対答えてください。指さしてくださいね。3人の中で一番可愛いと思うのは誰ですか。3、2、1、はい。あれはなんか反則なことをしてる人いますね。ね、はい、みんな可愛いですよね。あれ、タブしかないですね。はい、今日はチアドラゴンズ
もよりすぐりの3人、まあ、今日今の時間で空いてる今の翔ちゃんですけど、あの3人を呼びしました。じゃあこれが本当の一番最後の質問です。会場の皆さんも一緒にお答えください。よろしいですか、ね、そう思う人は手を挙げてください。今年2011年ドラゴンズが優勝すると思う人、はい、はい、はい、拍手拍手拍手、はい、じゃあドラゴンズの皆さんも最後まで優勝するようにありがとうございました。ということでこの後はチアドラゴンズのね、夏選手が続々と続きます。今はマスコットショー、そしてチアドラゴンズ、の、質問コーナーとありましたけど、ここまでは全てお遊びです。これから